鹿島地区は人口約1万4200人、鹿島市の中心地としてにぎわう地区です。また近代的な建物だけでなく、歴史ある建物も残る地区でもあります。人々の活気と歴史あふれる鹿島の街を見ていきましょう。ここは鹿島市の鉄路の玄関口、肥前鹿島駅。昭和5年に開通し、平成22年に開業80周年を迎えました。通勤・通学はもとより、開業以来、鹿島市の主要交通機関として活躍しています。また、特急列車の停車駅となっているため、連休中は帰省者や遠方からの観光客が多く訪れます。駅前を少し歩くと、さまざまな商店が立ち並ぶスカイロード。白壁造りが特徴的な桜通りがあります。中心商店街は、市民の買い物の中心として、人や車が多く行き交うだけでなく、無料休憩所の中池庵よらんねなどもあり、市民にとっての憩いの場でもあります。中心商店街ではお祭りなども多く、いつも笑顔があふれています。中でも水害の多かった鹿島市で復興の力になればと始められた鹿島踊りは、夏の鹿島をさらなる熱気で包みます。また鹿島市の庁舎もあり、行政をはじめ多くの面において市の中核を担っています。ではどうして鹿島地区は市の中心となったのでしょうか。鹿島地区が市の中核を担うようになったのは、幕末頃に鹿島藩の城が北鹿島から移され城下町として栄えてきたからです。そのため鹿島には城内、大手などお城にまつわる地名が多くあります。その鹿島藩の城を見てみましょう。鹿島の桜の名所で知られる朝日が丘公園。満開の桜の中に悠然と佇む鹿島藩の城門、赤門があります。鹿島藩の城はもともと北鹿島の常広にありましたが、毎年訪れる水害から逃れるため1807年に現在の場所へと移りました。その後、鹿島城は1874年の嵯峨の乱で焼けてしまい、その遺構を残すのはこの赤門と城下の大手門のみとなってしまいました。鹿島城の跡地は現在鹿島高校となっており、城門であった赤門を校門としています。赤門を校門としているのは東大と鹿島高校だけで、東の赤門といえば東京大学、西の赤門といえば鹿島高校と言われるほどです。先ほど鹿島城跡があるのは朝日が丘公園と紹介しましたが、実はこの朝日が丘公園は佐賀県内でも有数の桜の名所で、一目5000本と言われる桜を見ようと毎年多くの花見客でにぎわいます。鹿島藩13代藩主鍋島直義公が鹿島城内にある松影神社の境内の一角に桜の木を植え、集落園と名付け、民衆の日々の苦労をねぎらうため年に一度観桜の宴を開いたことが、この朝日が丘公園の始まりと言われています。大正3年に九州で初めて夜桜のライトアップが行われたことで有名になり、境内が拡張工事されるとともに朝日が丘公園と称されるようになりました。このように非常に深い歴史を持つことから、朝日が丘公園は日
本の歴史公園100選にも選定されています。城跡の裏手には武家屋敷通りがあり、この道を通るとまるでタイムスリップしたかのような何とも言えない気持ちになります。また鹿島が生んだ偉人、障害教育の先駆者田沢義晴の生家もこの通りにありました。四季と歴史を感じることのできるこの通りは城下町鹿島ならではと言えるでしょう。鹿島城の他にも鹿島には多くの城がありました。高津原の山のふもとに鬱蒼と木々が茂る丘、ここはかつて鷲の巣城という城があったところです。鷲の巣城は鍋島氏が鹿島を治める以前に、有馬氏が木島山を望む佐賀・小木方面の防衛の城として建てた山城と言われています。龍造寺氏の富士攻めにより攻め落とされ、残念ながら城の面影はありません。現在城の跡地には重荷神社が建っています。今ではバイパスの通る吉備山にもかつて大村氏の山城の有与城が築かれていました。鷲の巣城同様、城は残っていませんが、この吉備山から望む鹿島平野と佐賀平野の景色は戦の際敵軍の動きを知るのに大いに役立ったのではないでしょうか。吉備山には現在市民球場、陸上競技場、そして有志の方が青少年の体づくりにと作ったクロスカントリーコースなどがあります。ここでは少年野球大会が開かれるなど、スポーツ交流の場として利用されています。また2000年には吉備山公園が完成しました。春には美しい桜が咲き誇り、鹿島を一望できる公園として市民の憩いの場となっています。荒掘りして肩、あ、もう、最初目の線から行くんですけど、はい、本当は荒掘りしていくというよりも仕上げていく方が、はい、うんとラフトですよ。だけど難しかとはここから荒掘りしていくとが難しかとですよ。興味がある人はどこからどがんふにしていくかなっていうところが見下ろすと思うとですよ、荒掘りは面白かろうかなと思って、大下木の時も私はほとんど荒掘りばっかり。やっぱり私の思うことは、綿振りは伝統芸能があっていいところと思いますが、鹿島はだから福岡県あたりから長崎県からやっぱり伝統芸能があるときには鹿島に来ておられるようですね。綿振りはやはり鹿島で一番いいところと思います。皆さんは雪なりのタッチューさんというのはご存知でしょうか。大村氏と同じ豪族である立花氏ゆかりの地、立花園のことを地元のお年寄りはタッチューさんと呼んでいます。鹿島藩四大藩主
鍋島直江田公が書いた鹿島市には、この橘園は御姓関連の旧居ではないかと記してあります。御姓関連の生誕地であることから、毎年鹿島市では九州山口最大のアマチュア囲碁大会有徳本因坊戦が開催され、平成23年の第60回記念大会を機に囲碁発祥の地鹿島として歩み出しています。また橘園と同じく雪成にある誕生院は、平安時代衰退していた高野山を復興させた工業大使角番上人の生誕地と言われています。しかし誕生院は戦国時代戦に巻き込まれ焼け落ちてしまいます。その後1921年に十三代藩主鍋島直義公と地元有志が復興するまで、角番上人生誕地の言い伝えだけが残るただの荒れ地でした。今では季節ごとの花に彩られ、角番上人生誕の地として多くの人々が訪れています。鹿島には金の神社という水の神様を祀る由緒ある神社があります。立春から210日の前夜、風日ごもり、通称当夜を行い、210日に1番当夜、以降220日に2番当夜、200晦日に3番当夜と10日おきに3回繰り返されます。三郎殿で金ブリュー一世ブリューを生やして神前に奉納し、その年の天候の無事と豊作を祈願します。また11月2日から3日に秋の例大祭が行われます。この例大祭では、みこし、剣突き、獅子舞が町を巡り、みこしの下をくぐると神様のご利益があると言われています。みこしとともについてくる剣突きと獅子舞は、道中の魔を払い、各家庭に家内安全、健康祈願をもたらします。さらにこの獅子舞に噛まれると1年間無病息災、子供は健やかに育つと言われています。剣突きは赤の天狗が猿田彦の御事、緑の天狗がカラス天狗を模しています。神社では戻ってきた剣突きと獅子舞が奉納され、この一帯の五穀豊穣を祈り、馬と神輿を競わせ豊作を占います。綿振りは佐賀県を代表する伝統芸能ですので、ぜひ見に来てください。角番上人の誕生地へぜひお越しくださいませ。